今回はエナジー福田が調べておすすめできるネコリグ用ワームランキングを紹介していきます。まず9位はデュオのリグルクローラー 4.8 インチです。ボディが90度にねじれていて、シェイクをすると水を受けて左右へくねくねと動き、普通のストレート形状では出ない不規則さが出ることと、テールに穴が開いていて空気を留めることによって倒れ込みがゆっくりになるので、一点シェイクが少しやりやすくなります。1パックに20本入っていてめちゃくちゃ安いです。8位は一斉のスパテラ4インチです。テールが膨らんでいて水を掴むようにセットすることで、ひらひらと左右に揺れるようなアクションも出るようになります。ネコリグ以外にもダウンショット、ジグヘッド、スプリットなどいろいろなリグにも相性が良く、使い勝手がいいワームになります。7位はデプスのキンクエアー 4.8 インチです。エアーの名前の由来はボディにある空気の穴のことで、これにより動きが柔らかくなることと、水中で空気が出ていくことにより自発アクションやバイトが深くなるらしいです。柔らかいけど水をつかみやすく、フックセットがしやすいのでおすすめに選びました。6位はボアレスのアノストレート 5.5 インチです。琵琶湖で人気のネコリグ用ワームで、うどんのように平べったく楕円のようになっていて、引っ張るとボディが左右に揺れたり、フォール時には揺らめくように動き、今回の中では 5.5 インチと少し大きめになりますが、 7g と重たいので飛距離を出したい場所や深い場所を狙うときにおすすめです。5位はリスタイルのトルキーストレート 4.8 インチです。青木大輔さんがもともとスリム山線香5インチでネコリグなどを使われていたんですが、それをより釣りやすくされたのがこの製品です。コンセプトは誰でも軽くロッドをシェイクするだけで青木さんが望むアクションを再現できるワームとのことで、フックを刺す推奨位置も紹介されているので、セッティングが苦手な方にも超過重視の方にもおすすめです。4位は OSP のドライブクローラー 4.5 インチです。かなり釣れるストレートワームで、ワームの真ん中にフックをセットするネコリグ、ジグヘッドワッキーなどが得意です。基本的にはノーマルを選べば間違いないのですが、高浮力モデルがあり、それを使ってのネコリグがテールが浮き上がり、サスペンド状態で細かくアクションすることも可能で、他のワームにはできない動きが出せて良さそうです。3位はジャッカルのフリックシェイク 4.8 インチです。これはどこでも釣れちゃう定番のワームです。いろんなサイズがありますが、バスに気づいてもらうために 4.8 インチを選びましたが、30センチ前後でも普通に食ってきます。ジグヘッドワッキーが特に相性がいいですが、ネコリグでも全然釣れます。2位はゲイリー山本のカットテール4インチです。定番でロングセラーの釣れるワームです。ネコリグで使うのもいいですが、プレッシャーが高い場所や絶対にバスがいるという場所ではノーシンカーワッキーでよりスローに使うのもおすすめです。1位は ZBC のスワンプクローラーです。ネコリグでワームをどれにするか迷ったら、これを選んだら間違いないってぐらいおすすめです。世界的に釣れるワームなのに価格がめちゃくちゃ安いのもおすすめポイントです。少し弾力がある素材で、腹巻きの下側にフックをセットすることで水押しが強いのでバスに気づかせやすく、ただ巻きでもブルブルと震えてバスを騙します。